たり来たり、時は満ちた。その目に万物の崇聖を認め、白き光を降らせ照らし出すもの。育成層にわたり、ただそこにある。我らエレン、新世界の礎となりて純然たる魂魄、冥界に治め。聖獣の気配、来ます！私は光、万物を余すことなく照らし出す光、美醜を問わず照らし出す光、シリーズってやつだな。よし、やってやろうぜ。あなたを照らす、見るのが私。あなたが白日のもとを歩んでいよう。妖怪から逃れ、ホラに潜んでいよう。私はあなたを知りたい、暴きたい。あなたはあなたが好き、愛おしい。それとも嫌い、殺したいほどに憎い、暴きたい。あるがままのあなたを全て。怖がらないで、私の光に飲まれる。異常も無常も等しく白に溶ける。私はただここにある、あなたを照らし出すため。それが私の愛。私の前でさらけ出すの。さあ、さらけ出しなさい、あなたの中の美醜をすべて。一緒に歌いましょう。この雰囲気を見破るキリクダは最後まで取っておかないとね。さあ、準備はいいかい？灼熱の光を知る。
リソースを尽くしてあげる。私は照らす。私を傷つけた早く鋭い剣、その全てが愛おしい。あなたをさらけ出した。でも全てじゃない、全てじゃないの。ああ、これで終わりだな。やったか。今は行きなさい。光から逃れ、冷たい闇に飲まれる。どうせ私を求めるのだから。あのローブ、アマルティアの事件の犯人さんと同じです。して逃げちまいやがった。戦勝獣の気配は完全に消えました。でも今の人は一体。今日は一旦戻るしかねえか。このまま暗くなると危険だしな。